ンパンパースの線香花火メモリーズ。はい、今回はですね、大山天君ですね。ザ・ファーストの大山天君およびゼロ年ズ6組およびミッションミッションの二戸優斗君、そしてザ・ファーストの西川君ね、一緒に出ているオーディションがね、バンガーボーイズオーディションというのがあって、そちらが SNS とかでねやってるんすよ。で、まあザ・ファーストの合宿場所でやってるっていうところがありつつで、ちょっとそれについての話と、何でしょうね、ニジプロ2もやってる中でこのバンガーボーイズオーディションっていうのをやっていることに関しての、まあ率直な話ですね。まあサブチャンネルの方での話ではあるけど、なんだろう、まあバンガーボーイズオーディションに関して、まあ結構 SNS とかで更新されていくっていう感じで、あんまりこう番組としてやるっていう形ではない、クローズドな感じでやるみたいなのが主な感じみたいなんですね。雷鳴ってるな、うん、まあちょっと聞こえたらすいませんね。なんで実際どうなのかなって思ったんですけど、あのね、現状なんでしょうね、ニジプロ2、私見てますけど、あのね、バンガーボーイズオーディションにすごい興味が湧いてる。でもなんで湧いてるのかって、もう当たり前のことですぐ分かるんですけど、やっぱ大山天君の影響ですよ。まあ二戸優斗君もいて、さらにってことになるけどね。いやー、なんでしょう、あのね、やっぱりザ・ファーストってすごいわ。あのね、結局のところ、うん、すごい、なんか改めて思ってます。まあ2つほどね、オルビットの関連する動画上げさせていただいてますけど、結局私その日プ1を後追いでしたが見まして、まあ、相当ハマったわけですよ。で JO1 も応援しつつだけど、まあオルビットね、まあ上原潤という男がやはり好きで、それでハマって、で結局のところで INI が出た日プ2に関してもハマりまくって、そう、やっぱ日プ1は日プ2って結構特別なんですよね。うん、ニジプロはね、実は見てないんだわ、あ、1の方ね。だからニジプロ2に関してはもう絶対見るぞってその時思ってました。いつやるのかも分かんなかったけど、それがだからコロナがなかったら多分ですけど、もうちょっと早めにニジプロ2やってたはずですから。うん、まあでももろもろ伸びてね。でも結局のところ蓋開けてみると、オーディション番組結構好きでずっと見てたわけで、やっぱオルビットに関しても BE:FIRSTにしても、やっぱりオーディション番組出身っていうところあるじゃないですか。なんだけど、やっぱザ・ファーストすごすぎるっていうのが、あの現状その自分自身の興味っていうものが、ニジプロ2もちろん見るんですけど、あのザ・ファーストに出ていた大山天っていう、まあ西川君もいるけど、大山天君という一人のパワーで、なんだろう、もう興味の大半がバンガーボーイズに似てる、オーディションに関しては。それすげえなと思ってる。ニジプロ2に関してももちろん鳴り物入りでというか、もちろん JY パークさんすごい、いい言葉をたくさん出してくれるし、やっぱり売れるんだと思います、多分あの JYP のボーイズグループね。そう、まあ直哉くんが、まず直哉くんがもともと参加していたっていう話もありつつだけど、まあそうですね、結局のところ今後どうなるかっていうと、まあもうマーゼルでデビューっていうのがもうできてるわけだから、そこのニジプロ2には残んないわけですよ。あとは0年0組関連で言うと、翔圭くんが出てるって話は聞きましたね。ニジプロの3話目まだ見てないんですけど、うん、だからね、まあそういうことなんですけど、ただちょっと最初の話に戻りますけど、まあそんだけ興味があるオーディションなんだけど、番組もやらないような感じで、多分 TikTok とか SNS でやっていくと思うんですよね。ただあの場所が堀の屋、ザ・ファーストのあの場所、山中湖の堀の屋さんと大山天っていう存在で、もう完全に興味持ってかれてるっていうところがあって、うん、いやそれだけやっぱりね、特殊なんだっていう、特別だったんだなって改めて思ってはいますね。ザ・ファーストが自分の考え結構ガラッと変わったんですよ。結局のところ、まあそのオルビットをしていたのももちろんあったし、K-POP がずっと好きで、今でももちろん好きなんですけど、聞くんですけど、ただ結局、今って K-POP も聞くけど、J-POP がむちゃくちゃ多くて、
結果的にその BE:FIRST だけじゃなくて J-POP 全体の良さっていうものにむしろ今まで気づいてこなかったなっていうところがあって、なんかねすごいやっぱりジャンルが豊富っていうかすごいんだなって思いました。そうだからダンス&ボーカルだけじゃなくてロックとかも全部含めてだけどね、昔ねメインチャンネルの方コメントでいただいたことあるんですよ。ダンス&ボーカルのファンの人はあるいはアイドルのファンの人はその界隈だけが全てだと思っているようですがっていう風に、まあ、ちょっとそういうきつめな感じのコメントをいただいて、でもその時はねなんだこの人ってちょっと正直思っちゃったんだけど、今思うと、正しいことを言ってた気がする。結局なんだろうな、ダンス&ボーカルだけを見てた、アイドルだけを見てたっていうところがあって、それって違うなと思ったなと、今となればね、アロハシャツ着ながらアイドルしか見てなかったとか、なんか結構矛盾してる気もするけどね。これたまたまですから、まあ自分は別にそうでもなかったんだけどね。でもやっぱりハワイアンとかも、まあ、聞いてはいたし、レゲエとかもそうだし、ヒップホップが、まあヒップホップが好きでね、そういうとこもあったからなんだけど、まあそういう形で、で今の段階でバンガーボーイズオーディション番組にしない選択正しいかもしれないってちょっと思ってる。正しいっていうかありだなって思ってる。どうしてもやっぱこのニジプロ2の影響ってすごいですよ、やっぱりね。で同じタイミングでやったとしても同じ方法でやってとてもじゃないけど勝てるはずはないです。ファン層も違う可能性はあるけど、でもなんだろう、私グランパンパースの個人的な感覚だし正直あんまり当てにならないかもしれませんが、ただまあ経験則としてオーディション番組やらサバイバル番組をまあまあ見てきた人間の経験則として、結果その結構クローズド気味にやってあんまり明かさないことにして、でも場所がザ・ファーストやあと XY の吉木スーパースタープロジェクトでも堀之内を使ったって話が、それからなんかねスタッフといいますかディレクターさんなのかなマネージャーさんなのか、その方のツイッターとかでつぶやかれていて、でも全貌が分からずここどうなったんだろうとか TikTok とかでちょっと上がるぐらいしかやってなくて今のところね、映像としていずれ上がったりすることもあるのかどうかっていうのも含めて、ただ SNS で随時公開していきますぐらいな感じで結構隠してるんですよね。そこってでも APEX のがっつりやってるから APEX もやっぱりね当然だけど、まあ当然だけどね、すごい会社でもありしたたかでもありますよ。だから現状まあ JYP のニジプロ2がやってる段階で同じ方法をやっても勝てないというのは APEX もさすがにわかるだろうけど、ただすごいのが SNS と大山天、堀之内、新渡戸優斗、このあたりの流れだけで正直私の興味は持ってってる。結構恐ろしいオーディション番組、番組なんだ、番組じゃないんだわ、ちょっといいそう言っちゃうけど、っていう形で少なくともザスト見てた人たちはかなり注目してるし、なんかね天君のことつぶやく人とかもだいぶ増えてきてて、ほんとすごいなって思ってますよ。そうまあだからね、まあ APEX だっていうところもあるから BE:FIRST とかでも絡んでくれそうだなっていうところの期待値もあるんでしょうし、まあ新渡戸優斗くんとかもいるから、その流れでで XY とかのを絡めるとキスとかキズくんとカンジくんもそうだしね、0年0組はまたちょっとこうソニーとスターダストみたいな部分であれだけど、まだでもそのそっちに関してもそうだし、なんでしょうね、なんとなくだから、JYP のニジプロ2の対抗馬の意識は全然ないと思うんだけど、結果あんまりちゃんと知らなかったこのバンガーボーイズオーディションの存在がすごい今の自分の脳みそのかなりのところを占めていて、すごいバッて持っていかれた感じなんですよ。すごいことだなと思っていて、そうだからね、まあ、ちょっとザ・ファースト自体も誰も注目していなかった頃から一応私は見てて、ただ本当にこうなるなんて全然予想もしてなかったし、こんなすごいことになるなんて予想もしてなかった。でバンガーボーイズオーディションに関してもおそらくまだまだ全然ザストミンの人とか
まあ、ニゾベ君とか見ていた人以外にはそんなに伝わっていないとは思ってますけど、ただむちゃくちゃ化ける可能性あるなとちょっと今思って期待しています。まあ、あくまでもグランパンパーさん予想ですし、まあ所詮ただの素人ですから、そういうアナリストとかなんかそういう予言者でも何でもないですから、こんなアロハシャツ着てね喋ってるだけの予言者にでたまるかって話だけどね。この格好すると自分のおじさんっぽさが上がるなと思ってんだけどね。そう、まあそんな感じっす。まあ現状ね、まとめますと、ニジプロ2もちろん見てますし、これからも全部追っていきますけど、クローズドであんまり情報が出ない感じでやっている、しかもリアルタイムでやってるっていうところもあるのかな、それもあるかもしれないけど、そういういろんな要素が相まってちょっと注目したいなと思ってます。でもその理由のほぼ8割9割は大山天君という人の存在です。あ、ニトベ君もそうだけど、まあ基本大山天君ですね、やっぱね。っていうことになりますよ。はい、まあ、皆さんもぜひね、ちょっとバンガーボーイズオーディション、メインチャンネルとかサブチャンネルでおそらく今後も追っていくと思うので、ちょうどこのサブチャンネルを始動し始めた段階で来てくれたから、結構細かい話とかもできるかもしれないし、考察もできるかもしれず、こうなったらもうね、バンガーボーイズオーディションに関してはね、天君のファン、ニトベ君のファン、西川君のファンおよび、まあ、他のコナンファンもいますよね、もちろん。なんか私たちで盛り上げていけばっていうところってなんかあるなと思って、面白い存在になりそうだなって気が結構してるところでございます。はい、まあね、そういう感じで楽しくなってきましたっていうことです。はいね、天君もニトベ君も西川君もデビューができるといいなと思ってますよ。まあ私はね、っていうことでございます。あ、皆さんの意見もよかったらお聞かせください。はい、では私はいろんな動画を撮ってますので、タイトルサムネイルで興味あるものございましたらぜひご覧ください。そしてすぐに情報が手に入りますようにチャンネルの登録おすすめします。メインチャンネルとこちらのサブチャンネルの方も今後結構始動させていく予定なので、よかったらお願いします。はい、ではこの辺で失礼します。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部グランパンパースでした。